アイテム番号 SCP-63JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-63JP はサイト8181の帝京井戸オブジェクト研究室にて防音加工された特別金庫に入れられ保管されています。金庫内部に設置された録音機器にて24時間体制で SCP-63JP の発言を記録し、独り言、不審な発言、異常な発言が確認された際は、速やかに研究主任に報告してください。実験やインタビューの際は、被験者やインタビュアーを除く職員は遮音性の高い耳栓を装着してください。被験者やインタビュアーには必ず SCP-63JP の発言の概要を記憶し、返答する場合は規定に沿って適切な返答を行うことを厳守させてください。SCP-63JP との会話を行った後は、専門の医師による診察と投薬による治療を受けてください。説明。SCP-63JP は両腕のない男性半身を模した埴輪の外見をしています。内部は空洞になっており、目視で異常な点は確認できません。通常 SCP-63JP は無表情の顔をしており、危険はありません。この状態を不活性状態とします。不定期的に SCP-63JP は活性化しますが、その際事前動作として表情が笑顔に変化します。活性化した SCP-63JP は、次に若い男性の声で周囲に向けて、呼びかけ、を始めます。呼びかけでの発言は様々で、不特定多数に向けて呼びかける場合もあれば、特定の人物を名指しで呼ぶ場合もあります。この呼びかけに応じる人物がいない場合、SCP-63JP の声は次第に大きくなり、誰か来てくれ、助けてくれ、と懇願するような発言をするようになりますが、放置し続けると5分から10分で不活性状態に戻ります。SCP-63JP の呼びかけに反応し、SCP-63JP の方を見る、返事をするなどした人物、以下、被験者と表記、は、積極的に SCP-63JP との距離を詰め、SCP-63JP の目に当たる部分を熱心に見つめながら、会話、を始めます。複数の被験者が反応した場合は、最も早く反応した被験者が SCP-63JP との会話に入ります。被験者が視界に SCP-63JP を捉える前なら、会話を阻止することが可能です。会話、状態に入った SCP-63JP の以降の発言は、会話相手である被験者にしか聞こえなくなり、録音機器などにも記録されません。この時被験者の耳を塞いでも、被験者には SCP-63JP の声が聞こえるようです。会話の中断は互いを物理的に引き離し、SCP-63JP を被験者の視界から消すことで行えますが、その際被験者は激しく抵抗することが確認されています。また、被験者は騒音などによる妨害に激しい怒りを示すことも確認されています。妨害を行わない場合、会話は10分程度から、最長で1時間半にも及ぶことが確認されています。実験による調査の結果、SCP-63JP は会話の中で全ての被験者に対し、名前を尋ねる、知人について尋ねる、知識について尋ねる、職や生活について尋ねる、科学技術について尋ねる、などを行っており、被験者側から SCP-63JP に質問をした際には、必ず交換条件として戦術のいずれかの情報の提示を求めています。このことから、SCP-63JP は被験者とその周囲の文化について情報を収集していることが予測されます。これまでに会話中の SCP-63JP の発言を復唱する、メモを取るといった記録の試みは、すべての例で被験者が会話開始からわずか数秒で記録作業を放棄してしまうことにより失敗していることから、会話中は最も SCP-63JP に気を取られ、その他の物事に対する集中力が著しく低下するものと思われます。会話を終えると SCP-63JP は不活性状態に戻ります。会話を終えた被験者は、
会話の長さに比例して軽度、重度の社交不安障害に陥り、また、SCP-63JP との再度の会話を望むようになります。この症状は精神科医による診察と、長期の休養によって治療することが可能です。故意に SCP-63JP との会話と、その後の症状の詳細について朝比奈博士のインタビュー記録を添付しています。故意、インタビュー記録。朝比奈博士による SCP-63JP へのインタビュー記録。概要、20D クラス職員を用いて行ってきた SCP-63JP との会話記録では、D クラス職員が SCP-63JP の発言を正しく記憶していなかったり、規定外の情報を喋るなどしてしまったことで記録作業が難航していたため、朝比奈博士が自ら SCP-63JP へのインタビューを試みた。朝比奈博士には SCP-63JP の発言内容の記憶と報告を義務付け、会話時間は後の精神疾患を軽度に抑えるため最長5分と定めた。SCP-63JP の活性化を確認。記録開始。SCP-63JP、おい、暗いよここ。誰かいるかい？以前会話を行った D クラス職員の名前。サンいる？やあ、SCP-63JP。SCP-63JP は、こんにちは、どなたかな、と発言したと報告されている。私は、規定により偽名をしよう。だ、よろしく。君にいろいろ尋ねたいことがあるのだが、構わないかな？ SCP-63JP は、構わないよ、代わりに、さんのことも聞かせてほしい、と発言したと報告されている。いいとも。君から話して、SCP-63JP との距離をさらに詰めて、顔を SCP-63JP に近づける。SCP-63JP は、好きな食べ物を教えてほしい、と発言したと報告されている。そうだな、お米かな。SCP-63JP はお米について知っているような発言をしたほか、お米の他には何を食べるか、と尋ねたと報告されている。肉や魚も食べるよ。くんはお米を知っているようだが、土器である君は物を食べられないのではないのかね。SCP-63JP は少しの沈黙の後、お米については別の人から聞いた、と発言したほか、僕も食べてみたい、と発言したと報告されている。なるほど。君が希望するなら今度用意するが、SCP-63JP は気遣いに感謝しつつも、結構だよ、と断り、ついで、さんが便利だと思うものを教えてほしい、と発言したと報告されている。うん、便利なものとは、何においての便利さかわからないと答えられないよ。SCP-63JP は、と唸りながら少し考える様子を見せた後、じゃあ、その胸につけているものは何か、と尋ねたと報告されている。胸ポケットにあるペンを指さす。これかい。これは、ただの飾りだよ。道具の名詞を答えるとそれについて尋ねられるため、規定により虚偽の回答を行っている。SCP-63JP は興味を示しながら、ちょっと取ってみせてほしい、と発言したと報告されている。構わないよ。でもその前に私にも質問させてくれ。まず君は何者なのかな。私たちについていろいろと尋ねるのはどうしてかね。SCP-63JP は、僕はただの、編集済み。さ、いろいろ尋ねるのはいろいろ知りたいからだ。と発言したと報告されている。すまないが、さっき君の言った、編集済み、とはどういうものかね。SCP-63JP は、質問に答えたんだから、飾りを見せてくれ、と発言したと報告されている。意味がわからなければ質問に対する回答とは言えないだろう。詳しく教えてくれないかね。SCP-63JP は、約束を破るなんてひどい。さようなら、と発言したと報告されている。
この発言があったと思われる直後、SCP-63JP が不活性化し、無表情になった。待ちたまえ、SCP-63JP、ダメか。記録終了。メモ、SCP-63JP の言った、編集済み、について調査が必要。私の交渉が下手なばかりに成果を上げることができず申し訳ない。また、SCP-63JP へのインタビューを終えて他の研究員に報告をしている最中、彼らから強い圧迫を感じて激しい動悸と発汗が起こった。これは SCP-63JP との会話によって出た症状によるものと推測できる。朝比奈博士。会話後の症状が出た朝比奈博士へのインタビュー記録。概要、二重本人の要望により、療養中の朝比奈博士へインタビューを行った際の記録。インタビュアー、研究助手。記録開始。朝比奈博士、今の気分はいかがですか？なんというか、胸が疲れるというか、緊張している感じだね。喉も渇く。医師の診断結果と、飲んでおられるお薬についてお尋ねしてもよろしいですか？社交不安障害の症状で、軽度のうつ症状も出ていると言っていた。ええ、すまない。頭が真っ白になってしまうんだ。それで、薬はこのと、を一日一錠ずつ飲んでいる。日常生活に支障はありますか？外出が億劫だ。人の目がとても気になる。特に、電車やバスが辛いね。あと、お店などで従業員の方に物を尋ねるのに躊躇する。目をつぶって眼球を何度も強く押さえる。大丈夫ですか？顔色が悪いですよ、博士。すまない。どうにも落ち着かなくてね。続けてくれ。つまり、人と会話をするのが辛いのですか？そうだね。他の被験者はこのような症状が出ても、SCP-63JP となら話をしたいというのですが、博士もそうですか？ああ。確かに SCP-63JP となら緊張せずに話せる気がする。当時は不思議に思わなかったが、SCP-63JP と会話している間は、なんと表現したらいいか、まるで別の場所にいるようだった。とても居心地が良くて、リラックスしていた。E クラス職員が会話内容の記憶ができなかったのもわかる気がするよ。私もあれ以上会話が続いていたら全ては記憶できなかったかもしれない。ちょっとすみません。別の場所、とは？すまない。適当な表現が見当たらない。とにかく研究室とは別の、広大で、自分と SCP-63JP 以外誰もいない場所にいるようだった。今思い返せば、だけどね。わかりました。インタビューを終了します。お大事になさってください。ありがとう。記録終了。メモ。SCP-63JP は会話中、被験者にどこか別の場所にいるように錯覚させるようだ。ところが被験者はそれを疑問に思わず、自然に受け入れてしまう。SCP-63JP について今後さらなる研究が必要だ。朝比奈博士の一刻も早い職務復帰を願う。研究助手。